タイラー・アンドリュー・ハインマンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手。宇藤良ダ・フィラデルフィア・フィリーズ参加所属。一歳年下の実エスコットもプロ野球選手。高校在学中からすでに5割近い打率を、残していた有望選手だったが、大学9回からの奨学金付きのオファーを断り、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学。 4年生となった2012年シーズンには打率。332の成績を残し、大学9回で最高の保守に贈られるジョニー・イベンチ賞にノミネートされた実績も持つ。2012年の MLB ドラフト8巡目でヒューストン・アストロズから指名され入団。同年は参加 A-9 トライシティバレーキャッツで打率。五十八の成績を残し、一年目から オールスターゲームにも選出された。その後、2016年までアストロズ参加のマイナーリーグでプレーし、最高で参加トリプル A 級フレズノグリズリーズまで昇格した。2017年3月26日、後日発表選手、または金銭とのトレードでミルウォーキーブルワーズに移籍。翌2018年までプレーし、オフにフリーエージェントとなった。 2018年11月12日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結ぶ。翌2019年は参加トリプル A 級リの A シズでプレーしていた。同年6月3日、金銭トレードでマイアミマーリンズへ移籍。9月3日にセプテンバーコールアップに伴ってメジャー初昇格を果たし、翌4日の対ピッツバーグパイレーツ戦の8回表にアダム・コンリーの代打として、 メジャー初出場。同年は5試合に出場し、9月26日の対、ニューヨークメッツ戦ではザック・ウィーラーからメジャー初本塁打も記録した。オフに FA となった。2020年1月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、7月23日にメジャーに昇格した。同年は長年の正捕手だったバスター・ポージーのシーズン出場自体に伴い、 シャドウィック・トロンプと併用される形で15試合に出場した。8月16日の対オークランドアスレチックス戦では12点ビハインドの9回表に投手としてメジャー初登板も果たした。オフに FA となった。2020年11月14日、セントルイス・カージナルスとマイナー契約を結んだ。2021年シーズンは 参加トリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーしていたが7月1日に放出され2日後にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。